よし、よし。はい、そんなわけでですね、決勝戦黒獅子重工戦も9回の裏に入っていくということで、11対8、死闘を繰り広げてですね、9回裏まで来ました。ここまで18分ぐらいかかってるんですけど、最後ね、さすがに抑えたい。オクタビア頼むぞ、頼むぞオクタビア。3点あるからね。うん、まずはワンアウトをしっかり取る。低めでいい、低め。よし、取る、取れる。よし、来た。はい、そんなわけでこれ2回目の挑戦でここまで来ました。で、主人公はピッチャーで始めていました。ちょっと見ましょうか映像。やはり決勝というか裏決勝、最終決戦はジュリアスでしたね。すごい展開でしたけど。はい、経験値獲得。え、ピッチャーで始めていったのとメンバーこんな感じですね。はい、で能力上げていきましょう。なんだ、はるか昔古代ギリシャの時代、我はこの低く重厚なる声によって輝かしく活躍する歌い手であった。だが世界一の歌い手を決する晴れの舞台、古代ギリシャの歌の祭典にて栄冠を逃した。ああ、そして気づいた。はい、何に気づいたの。我が元より持つこの低く重々しき声と優勝者の持っていた高く清らかな声、二つを兼ね、はい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 。そして古代ギリシャ時代の音量、うん、ちょっと黙っててもらっていいですか。そしてその我を呼び覚ませたのがそなたの声だ。響きの心の声。はい、パーフェスを全世界に告知。はい、はい、うん、あの歯にそんな力が、守護の力が、そういうことね。聞いたことがあると、歌の祭典で頂点に輝いた者に授けられるというクラウン、栄冠と書いてクラウンと読む。それはまさにローレルの歯で作られていた。はい、守り続けていた。ああ、なるほどね。で、それを、なんとか、しようと。うん。わかったわかったわかった。あ、これね。お、今回、響きの心も仲間になる。これ楽しみだな。ノリでも？で、社長ね。はい。ちょっと待って。で、社長と部長でしょ？部長な、打ちづらいもんな、フォークが、本当に。
黒獅子重工金メダルゲット。ボスね、いきましょうか。じゃあ能力上げていきましょう。ちなみに今こんな感じなんですけど、パワーカーブを、装備させてます。装備というか覚えてますね。どうしようかな。コント、まず150キロ、シュート、 H シュート上げようか。そしてコントロールを B にして、スタミナ A にしようか。はい、あとはこの辺かな。対左もよくしといて、伸びつけよう。こんなもんか。まあいいんじゃないか。そしてマイチームじゃないか、もういっか。進みますか。行きましょう。高度が上がってる。このままじゃまずいぞ。雲の中に入ってしまった。あ、宇宙になるの。おじけづいていられないよ、冬木乃ちゃん。僕らあいつを倒してジュリアスと共に戻しなきゃいけない。そうね、テレビカメラも終わったし。あ、え中継すんのか。はい、なんとしても止めないといけない。正々堂々勝利と、ああ、ボイストレーニングです。叱った我々の声、人々に引きつけるこの声、ホイボイスに思いっきりぶつけて心に響かせることができれば、ジュリアスの胸にも蘇ると。ああ、メガネボーイやべあ、やべが途中で離脱するっていうのもあるのかな、また。さあ S プラス行きましょうか。限界高度ギリギリの戦い。マネージャーはちょっとこれは良くないね。合わせにするか。行きましょうか。カットビバットで、オーダー変えていきましょう。響きのやっぱピッチャーか。心シェイク。ほー、前作は心ブレイクがありましたけど。なるほどなるほど。まあ、使えなくはないっていう感じか。で、胸圧シュートね。はいはいはい。わかりました。じゃあ行きましょうか。ベンチ外の選手強いな。ここまで来ると結構こうみんな能力上がってるので、どうしよっかな。セカンド、ショート桐崎、外野がビクターと矢部と川原、でいっかな。沖の、いやーどうしよう、川原かな。で社長がサードやって、はい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 、まあこれでいいんじゃない。セカンド変えるか。そんな強くないもんな。うん、これでいきましょうか。オッケー、いきましょう。フォイボスがどんだけ強いか見てみましょう。いや、すごいな、これ。すげえな、おい。
音楽がさあ行くぞ主人公。あーで日のね、日のは使わなかったな今回は。いやーてかってえぐいな。いやー打ってくる。これはなーボール球打たせるしかないのかな。で裏がでしょ。はいはいはい、こいつもよくいるモブな感じだな。走ってくるね。やばいな。で最後これチェンジ。音楽がオッケー。さあワンアウトしっかり取って風なぎ、いいね。音楽すごいなおい。ゴリゴリになっとるよ。さあここはセカンドライン。おー来た、ホイボス飛ばしちゃったけどやばいな。なるほど、この音程やばい。あー行ったわ。ハーモニーハーモニーだって。完全な調和で今こそ神の歌、歌の神ホイボス。ハーモニックマイナーを知ってるか。落ちる球2つか。うーわー、これはカオス。おわだって打っちゃった。打てた打てた。上がる。うーん、ホップアップする球、ホップアップする球苦手なんだよな。スプリットと、あ、チェンジアップとカオスファーム、あ、ストレートがないんだ。うわぁ、うわ、これチェンジアップ狙いになってくるな。こう、うわ、これやばい。こいつ打てるか、ま、チェンジアップが唯一可能性がある。ホップアップする、わーラーラーじゃねえんだよ。やーべえなこれ、勝ちてえな。頼むぞ社長。よし、いや、いやーダメか。やばいな、3対0。待て待て待て、いやーちょっとねこれ5回の攻撃で1点は取らないといけない。ハーモニックマイナーを知ってるか。ハーモニックマイナー知らないです。ちょっと待て、簡単に行き過ぎだ。いや、ピッチャーは変えたくない。出るしかねえな。これはね打ちづれえよな。いやースプリットも打てねえしな。チェンジアップだよな。うわ危ない、なんとか食らいついていきたい。やばい、この上がる球がね鬼畜なんだよな。音の外れたホラーがいる。風の音を聞け。だなかん。よし、落ちる。1点返した。3対1、6回裏か。さあここナヌーク頼む。ここで1点取れればでかい。うわ、いやーこの球、あークイーン心の方が確実に打ちやすかったんだけどな。やばいなこれ、引きずり下ろさなかんな。
今更っていう感じもあるけど、この8回で何点取れるか。きつそうだな。これはきつそう。チェンジアップ来い。いや打てねえんだよなこれが。チェンジアップ来い。危ない。ただこれはダメだよね。いやー厳しい。これは厳しいぞ。いやー合わないもん。2つ目のアウト。行くぞ。くそ早いし、えげつなく早いし、ストレートがないもんね。チェンジアップしかないよね。あ打った。やっと合ってきたっていう感じか。それと変化量も若干落ちてきたような気がしなくもない。さあこの辺でね、というかもうこの回で決めるしかないんですよ。いや取られたか。うわーナイス守備だな。いやーちょっとこいつから3点取るのはね、このスプリットを打つしかないんだな。ハーモニー打てねえもん。一条もうちょっとこれはきついか。1点しか取れんか。よし、ただ3点だから。いやこれさ強振できねえ。いやおーなんダメか。あのチェンジアップは狙い目なんだよ。いやーこれもダメだよね。きついです。これは正直きつい。あー落ちる。よしまだわからん。代打でマキシマムか。ワンチャンチェンジアップが来ることを願って。あー打てねえんだよこれは。いやーこれはね前作より難しいと思いますよ。うん正直。いや自分が下手くそっていうのもあるんですけども、ただクイーン心の方が確実に打ちやすかった。はい、そんなわけで今回はここで終わろうと思います。まあ勝ってからの映像はもういいかなと。いやまあ普通に裏でやろうと思うんですけど、ただ実況として残すのはパワフェスは今回で一旦は完了かなと思います。最後まで一応行ったんでね、まあ、勝ってないんですけど。はい、そんなわけで今回以上で終わります。お疲れ様でした。さよなら。さあ結局やってきました9回の表5対2で最終戦勝てそうです。はい、そんなわけでこっから実況していきます。というわけでですね、3度目の挑戦ですね。3度目の挑戦でなんとやっと、あ打たれた。やっとですねクリアしそうなんですよ。ということでこのランナーは帰っても大丈夫なんですが、ホームランを打たれた瞬間に危険なのでピッチャーを響きのでいきましょうか。最後にパーテル期待の女子アナです。さあ行くぞ。どんな球投げる。132キロストレート、心シェイク、フォーク、カーブ。心シェイクはなるほど。じゃあこれでいきます。結局熱盛とかの胸熱シュートが結構効くんだよね。うん、あれ球威が恐ろしいからねっていうことでちょっと打たれちゃってんですけどね。
よくないね。1点差、これやばいな。これやばいぞ。抑える、心シェイク。いやー、マジか。ちょっと待て、落ち着け。まだ抑えれる。球威がないな。フォーク振ってくれ。抑えたい。いやー、同点。帰っては来ないよね。オッケーオッケーオッケー。これさ、さよなら狙うしかないの。デイタ、これやばいな。一番やばいバッター来たな。必見。心シェイク連投しちゃうか。危ない、危ねえ。心シェイク振ってくれ。よーし、なんか入った。さあ、でも同点で最後見せるか。これね、あのスケスケゴーグルもしてやってるんで。いやー、うまい。うえらいスーパープレーが出たな。おい、喉が、喉がって言って疲れとるな。いやー、打てねえのか最後まで。カオスハーモニーは、くそ。ギャネンドラ出よう、まず。いや、なあ、出れんか。これやばいね、結構やばくない。ここさ、いや、まだ響きので行くしかねえか。心シェイクをフォイボスがどう打つか。いやー、ちょっとお宝足が押せんだ。2人帰ってきたな。これで多分もう1点入ると思うんですけど。で、裏でしょ、入ってない。ちょっと待って、代打にしよう。代打小田切。ここはまずスプリットじゃなくて、チェンジアップを狙いたいんだけどさ、カオスハーモニー来ちゃったよ。いや、ここは見る、頼むぜ。いやー、落ちてくる、落ちてくる。倒せねえのか。うーそれはね、えげつないんですよ。いやー、これはやばいね、正直やばいね。これやばいな。友沢にかけよう、まず。あ、来た、チェンジアップ。よし、帰って、よし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 、帰ってくる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 、全力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 、オッケー。まずは同点。よし、ウドか。代打の武田はちょっときつそうだな。ゴー、行くぞゴー。 CC だからね。チェンジアップ来たら打てるよ。カオスハーモニー、ちょっと待って、ダイソー出す。猫、カオスハーモニー打てる、来た、最後にカオスハーモニー。うわー、いや、いける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 、エラーした、エラーした。よし、勝った。うぅ、あと一息です、あつまりさん。よし、ここで僕らの声の出番だ。はい、本当だ。声の調和の美しさ、今こそお届けいたします。胸に、心に、熱く響け、アフルフェスティバル。
いやー終わった、終わりました。あまたまた矢部くんがやらかしたかと思ったけども、今回はちゃんとね、まあいい感じのオチでしたけども、ホイボス倒した。ジュリアスさんも元通り、バカな、こんなバカなことが、ホイボスの声がする。どうして、ジュリアスから離れてもまだ奴の怨念が残っている。我は完全なる調和を手にしたはず。それなのになぜ再び敗れたのか。お前たちのその力は一体、全てを自分一人のものにするなんてことじゃ真の調和にはつながらないんだ。お互いカバーし合うことで生まれたものなんだ。そう、役立つ。そうじゃないか。チームメイト同士が支え合うことで真の調和が大きな力が生まれる。それを体現してきたのがチャレンジャーズなんだ。お前を倒した力こそが真の調和なんだ。真の調和だと我が求めたのはそのものではないのになぜだ。我ほら今までなく安らいでいる。歌の祭典で敗れて以来初めてかもしれぬ。それはお前も熱く戦ったからさ、試合中ですよ。お前も俺たちの熱さを調和したんだよきっと。なるほどな、これこそ調和というわけか。追い求めてきた真の調和がここにあった。もう思い出すことはない。朝だ、青空だ。朝、一日戦ったのフォイボスの声が消えていく、うん、球場が降下していく。どうやらコントロールを取り戻したようだ。これで一安心。球場も無事だし、ジュリアスさんも。ジュリアスさんはどこ行った。しっかりしてください。大丈夫ですか、ジュリアスさん。ああもう平気だ。まさか私自身を、ああフォイボスに取られるとは不覚を取ったものだよ。大会中彼の気配を感じつつも言い出せなかった。フォイボスと私の因縁のせいで君たちには迷惑かけたね。そんな迷惑だなんて、ジュリアスさんは私のことをずっとずっと守ってくれたのに。そうだ、その通りだよジュリアス。むしろ詫びる方は僕たちの方さ。ずっと君のことを誤解してきた。うん、イビルちゃんが襲いかかった時に彼女は命がけで守った君の勇姿忘れられないよ。はい、君は誰よりも熱い真の男だ。熱盛、こちらこそあなたの協力のおかげでフォイボスを浄化することができた。ブートジョロキアのようにホットでオレンジのようにすがすがしいナイスガイだ。あなたと知り合えてよかったよ熱盛。ああ、僕の方こそ君と知り合えてよかったよジュリアス。ああ、最後に握手。やっぱりこういうのは縁になるね。笹カメラちゃん、早速このシーンに押さえとかなきゃ。全てはいいを取るために終わった。ふう、パワーフェイス1も無事着陸。なんとか遺跡も元通りドッキングできたね。みんなと記念写真撮影も済ませたし、ジュリアス君はこれからどうするんだい。久しぶりの故郷ですからね、しばらく家に帰って骨休みをするつもりですよ。名残惜しいがこれさよならだね。大変な出来事もたくさんあったが、有意義で心躍るいい旅だったよ。あなたや心のような友達も出会えたしね。それに真剣勝負に挑むフレアの姿は僕の魂を熱くさせてくれました。礼を言わせてもらうよ中川俺適当に名前巨人の中川のままになっちゃうけど、これでしばし別れだね。けど君とはいつかまた会える。そんな気がするよジュリアス。私もそう思いますよ。我々の絆はたとえ遠く離れてもずっと固く結ばれているはずだ。もし必要ならいつでも呼んでくれ。お疲れさん。はい、あー進んじゃった。で帰国すると、はい、最後にあれだね、矢部くんの声が聞けたねちゃんと。でこの声が続く限りいつだって僕はパワーフェス引退するなんてものか。パワーフェスだねこれね、一番楽しいモードかもしれないっていうぐらい面白いんで、ずっとやってほしいですねこれ。どんどん続編続編で。それじゃあ最後のゴールはみんなそろってかける、せーの、パワーフェイス1着陸準備。着いた、戻ってきたのか。優勝おめでとう。いやあのね、マネージャーのあの菅見っていう人がめちゃくちゃ強いんだよ。相手の調子を落とすっていう、ハートが3つだと全員ゼフ長みたいな、そういう能力なんでめちゃめちゃ強いんだよね。お、連絡先も交換して、はい、これでクリアかな。はい、今回の成績こんな感じでしたね。いやーまあちょっとね、この一番下のチーム最終決戦はねめちゃくちゃ強かったね。というかね、あのカオスハーモニーがねホップアップするから、結成時からチームにさ、レベル9からレベル12のアップ、あそういうのも変えてくれるんだ。はい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 。あーでちゃんと帰国して、へー飛行機から降りてくるところか。なるほどね。はい、そんなわけで、一応ねクリアまで、動画にできたということで、まあ、3度目の挑戦でなんとか全
ぶー倒したということで、今回を終わりたいと思います。まあパワーフェスはあとは選手を解放しまくってどんどん強くなってレベル上げて、でまあいい選手ばっか作ってね、これからも楽しんでいこうと思います。はい、そんなわけで今回以上かな。もうこれずっとエンディング流れてるだけなんですが、ちょっと飛ばしますか。ああ、こうやってね、一人一人ちゃんと紹介してくれるんだ。レベル1からレベル5にアップとか。なるほどね。はい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 。パピヨン。ドラフトをね。友沢ね。帝王実業も倒しました。帝王実業すごいいい選手ばっか入ってんだよな。そして決勝は大西ハリソンのね、アンドロメダ学園でしたけども、サンキューフォーブリング、よーし、ありがとうございました。これでクリアかな。はい、そんなわけで大空のハーモニーにトロフィー獲得ありがとう。実況で熱盛アナはそうか、パーフェスクリアするとそうなるのか。はい、そんなわけで、選手の最終能力等だけはもう写真で載せといて今回は終わりたいと思います。それではまたどこかの実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。